あのシャツはオーダーメイドだそうなので、そこにこだわりをだいぶ持って、本当衣装でね気合い入れる人本当多くなりましたよね、今特にこの年齢29期の厚谷山田はもう若い時からもうこの20代の時からこういうところしっかりやっています。さて古橋が9万から動きました。9万ポンです、まあ、陳一になればいいなっていう仕掛けですかね、はい、残ってる自敗トンナンチュンも全て役敗なんで一つ重なってもね、はい、5-2クラスになりそうだし、うん、はい、まああのもう園田さん員からすれば当然のポン、もう僕に言わせればもうこの当然のポンです ね、うん、あるんですけど、はい、これ結構面前派の人はなかなか泣かないポンなんで、まあ、古橋さん面前派っていう話も少し聞いたような気もするんですけど、はい、まあ、やっぱり麻雀幅が広いのかなと、うん、まあ、古橋の最強戦内でのフード率今ご覧いただきましたが、うん、かなり低い中でも積極的に動いていった、これがどうなるでしょうか、うん、すぐトーン重ねましたからね、はい、いいんじゃないですか。今度はシャーでした。もう一つぐらい自敗チュン何が重なるか。そうなんですよ、梅中さん、これはねもう一つ重ねてもう満貫も見えるようにしたいんですよね、はい、できればどちらも古橋にとっては厄介です。トーンは誰も持ってないんですね。みんなの手がまとまってきてるんで、はい、トーンぐらい出そうですよね、うん、かまされてもチュンが場に1枚切れ、何もまだ山に3枚残っています。お、うん、なんかこういう時なんかまだトン出てほしくないですよね、うん、なんかトン泣いてイシャンテンにしたいっていう気持ちもあるんですけど、はいはい、トン泣いちゃうと、はい、なんかチュンか選択しなきゃならなくなっちゃうんで、うん、そうですね、重なりが、うん、重なる牌が少なくなっちゃうんで、うんうん、泣きたいけどまだ切らないでって感じになりますね。そうですね、理想は先にチュンかな、うん、引いてからと、うんうん、確かに。そして下石はドラドラの手でいいですね、パスを2枚飛びを見ましたね、うん、はい、急走切り、うん、一応イーシャンテンにも取れたんですけどイーシャンテン取らずで、はいはい、単野を柔軟に行きましたね。お、縦に来ました。チートイツのイーシャンテンなのでチートイツに決めるローピン切りもあるけれどもドイツの牌が出てるか、数アンコウの目をまだ残したい、うん、あ、なんか良さそうですね、ピン図、はい、結構アンコリそう、リャンピン3ピンね、うん、スーピンが3枚切れ、ウーピンも1枚切れています、うん、なかなかトイツの牌が枯れてない状況でスーアンコを見切るのってちょっと勇気いりますよね、うんうん、シビアに行くと多分チートイマックスの方がいいのかもしれないですけど、うん、最強戦は役満賞がありますからね、あ、はい、10万円がありますからね、はい、やっぱりスーアンコはね、うん、ちょっと統一枯れない限りはなかなか見切りづらい、うん、おー、きたー、1枚切れのチュンから切っていきました、うん、これでイーシャンテン、 あとは山田が孤立のドラをどう扱うか、そして下石、このハクション牌ですね、今古橋さんが本一仕掛けの人が初チュン余ってきてるんですよ、はい、先切ろうかなと、まあ、実際はね親の敦也さんと同じなんですけど、はい、そして敦也はこのハクを一旦スルー、ハクを泣いてマンズを切っていくほどではないかなっていう感じですか。おお、重ねた、これはすごいね、ウーピン短期、ウーピン短期めっちゃいいんじゃないですか。そうなんです、馬強がね、スーピン3見えローピン2枚見えでめちゃくちゃいいですよ。下石もいいシャンテン、はい、これはドラミ切る価値ありますね、はい、三色含みのいいシャンテン、うん、古橋はチーソー、古橋も本一のいいシャンテンです。あ、これさっき切られたばっかりの白リーチに行きました。白短期厚谷が2枚持ってますが危ないですよ、いやこの白危ないですね、危ないですよ、うん、下石は9ピン筋ですがション牌押しましたね、前に出ます、はい、でこれローピンウーピン切りリーチなんですけど危ない、これ危ない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 、うわ出ます、これ裏ドラ怖いですよ、裏ドラ20%乗るか、
乗らない乗らない。やる気も十分大きい、はい、ーリーチ一発チートイツドラドラ同期の厚谷から山田が1万2000は1万2300、はい、奪いました。これね両面払ったリーチなんですけど、はい、スーチーピンが場に5枚切れなんで、はい、瞬つてでも自然な両面切りリーチに見えるんですよね、はい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 、だからこそ白が止めづらかったっていう。確かに